グループ TSA ジャパンは、プジョーブランドのコンパクト SUV、新型 SUV2008 およびその EV バージョン SUVe-2008 を9月16日より発売する。新型 SUV2008 はフロントウィンドウを後退させ、ボンネットをより水平基調とすることで SUV らしい力強いスタイリングを実現。重心がホイールにしっかりと乗ったスタンスの良いボディが頼もしさと安心感を与えてくれる。フロントフェイスは初代モデルから大きく変貌。堂々とした垂直グリル、彫りの深いボンネット、ヘッドライトから下に向けて細くなっていく LED デイタイムランニングライトを装備する。また上級グレードの GT ラインでは、ライオンの3本の爪痕をモチーフとしたフル LED ヘッドライトを採用。リアには全グレードで3本爪の LED テールを装備し、プジョーの SUV であることを主張する。 SUVe-2008 はボディカラーに合わせて塗装されたラジエーターグリルや、色調が見る角度によって変化するダイクロイックライオンなど、 SUV2008 と差別化したフロントフェイスとなっている。ボディカラーは SUV2008 専用のメタリック系新色となるフュージョンオレンジをはじめ、バーティゴブルー、エリクサーレッド、オニキスブラック、アルタンスグレー、パールホワイトの全6色を展開する。新型 SUV2008 はグループ TSA 最新のコンパクトプラットフォーム CMP コモンモジュラープラットフォームを採用。初代モデルに比べ、ボンネットが低く長く、よりタイヤが四隅に配された安定したスタンスを持つ美しいプロポーションを実現した。ボディサイズは全長 4305mm、仙台比プラス 145mm、全幅 1770mm、同プラス 30mm、全高 1550mm、同マイナス 20mm、ホイールベースは 2610mm、同プラス 70mm、よりスタイリッシュなデザインとなっている。全高を 1550mm に抑えたことで、多くの立体駐車場に適合する。また、ホイールベースの大幅な延伸にもかかわらず、最小回転半径は 5.4m、同マイナス 0.1m に減少。ボディサイズを拡大しながら、日常での扱いやすさを高めている。ラゲッジスペース容量は、仙台より74リットル増え、プラス最大級の434リットルを確保。可動式のフロアボードをハイポジションにすることで荷室を上下に分割できる。さらに6対4分割可動式のリアシートバッグを倒せば、最大1467リットル、仙台比プラス295リットルの空間が出現。リアゲートの開口部は低くて大きく、壁面もフロアもフラットとなっている。インテリアでは、従来のドアポケットとグローブボックスに加え、フロントセンターアームレストかシフトレバー前にも収納スペースを用意。さらに、センターコンソール下部には規格準拠のスマートフォン非接触充電エリアとそのカバーがあり、スマートフォンをすっきりと収納できる。新型 SUV2008 はショーケーステアリングホイールに加え、 3D デジタルヘッドアップインストルメントパネルを備える新世代 3D アイコックピットを採用する。 3D デジタルヘッドアップインストルメントパネルはドライバーにとって必要な情報を重要度に応じてレイヤー化して表示。安全で快適なドライブをサポートする。また、GT ラインにはホールド性の高いダイナミックシートを装備し、スポーツドライビングを支える。
シート素材にはアルカンタラテップレザーを採用し、ドライブトレインに応じた色を設定。 SUV2008 はダークグレー、 SUVE-2008 はライトグレーのアルカンタラをあしらい、ステッチパターンもそれぞれの個性を反映している。ガソリンモデルは最高出力130ピコセカンド、最大トルク 230Nm を発揮する進化型の 1.2 リットル3気筒ターボエンジンを搭載する。 GPF ガソリンパーティクルフィルターを装着し、排ガスのクリーン化とともに燃費を改善。電子制御8速 AT-EAT8 との組み合わせで 19.2km JC8 モードの低燃費を実現する。ドライブモードはエコ、ノーマル、スポーツの3種類を設定。さらに GT ラインはアドバンスドグリップコントロールを搭載し、あらゆる路面で最適なトラクションを確保する。 SUVE-2008 は 100% 電動パワートレインを搭載した日本初の B セグメントコンパクト SUV となる。電気モーターは最高出力136ピコセカンド、最大トルク 260Nm を発生。 2.6 リットル NA エンジン相当の最大トルクをゼロ回転から発生させ、これまでにない運転しやすさと刺激的なドライビング体験を提供する。ドライビングモードは状況に応じたスポーツ、ノーマル、エコの3種類を、ブレーキモードは回生ブレーキ強度の異なる2種類を用意する。大容量 50kWh のリチウムイオンバッテリーにより、JC8 モードで最大 385km の航続距離を実現。エアコンと連動した液冷や式ヒートポンプによって、バッテリーの温度を最適に管理し、効率的な急速充電と長い航続距離、バッテリーの長寿命化を実現している。充電モードは車両に標準搭載されている 3kW、15A200V ケーブルによるコンセント型普通充電、高出力の 6kW200V のウォールボックス型普通充電、約50分で 80% 充電できる CHAdeMO、チャデモ急速充電の3種類に対応する。さらにスマートフォンアプリで充電操作やエアコンのオンオフを遠隔操作できる E リモートコントロールを用意。EV ならではの機能を実装している。SUV2008 は最新の先進運転支援システムを全車標準。最新世代のアクティブセーフティブレーキは自動車、二輪車、歩行者、夜間検知に対応する。レインポジショニングアシストは左右車線内のドライバー任意の位置をキープ。レインキープアシストは約 65kmh 以上で走行中、ウインカー操作がない状態で車線からは見出しそうになると自動的に元の車線へと戻す。トラフィックサインインフォメーションは制限速度や進入禁止に関する道路標識をインストルメントパネルに表示。先進のキーレスエントリーシステム、プロキシミティスマートキーも標準装備。2メートル以上離れるとロックが、 1.5 メートル以内に近づくとアンロックが作動し、快適な乗り降りを実現する。価格は SUV2008 アリュールが299万円、同 GT ラインが338万円。 SUVE-2008 はアリュールが429万円、同 GT ラインが468万円。なお、グループ PSA ジャパンでは、9月29日19時より公式 YouTube チャンネルにて SUV2008、SUVE-2008 のオンライン発表会を行う。